世田谷インンフォメーション今回は1つ目食中毒を防ぎましょう2つ目地域障害者相談支援センターポートのご案内3つ目中央図書館プラネタリウム大人のための星空散歩 4つ目、熱中症にご注意ください、です。夏は細菌による食中毒が多発する季節です。食中毒を防ぎましょう。手洗いは最も基本的で重要な食中毒予防の一つです。 まず流水で目に見える汚れを落とし次に石鹸をつけよく泡立てて汚れを落とします最後に石鹸をよく洗い流し清潔なタオルなどでしっかり拭きましょうこれを2度繰り返す手の2度洗いが 予防に有効です夏の食中毒予防の3原則「食中毒菌をつけない」「増やさない」「やっつける」を守り暑い夏を乗り切りましょう7月は世田谷食品衛生月間です。 食と暮らしの健康フェスタを動画配信し食中毒予防や暮らしの衛生に関する情報をお届けします YouTube の世田谷区オフィシャルチャンネルをご覧くださいお問い合わせは世田谷保健所生活保健課 電話、5 4 3 2 2 9 1 1番ファクシミリ5 4 3 2 3 0 5 4番までどうぞ。 地域障害者相談支援センター、ポートのご案内です。ポートは、困っていることを相談できるところです。区内に5つあります。相談できるのは、区内にお住まいの障害のある方やご家族、関係する機関などです。 相談したいときは一度電話やファクシミリで連絡をしてくださいポートの場所や連絡先は区のホームページにも載っていますお問い合わせは障害保険福祉課電話 54322386番ファクシミリ54323021番までどうぞ。 中央図書館プラネタリウムで大人のための星空散歩を開催します開催日は7月23日土曜日時間は午後6時30分から午後7時30分会場は中央図書館プラネタリウムです 高校生以上対象とする大人向けの投影です。当日の夜空に見られる星空解説のほか、星や宇宙などの天文の話題を取り上げてお話し,します。会場には補聴支援システム、磁気誘導フラットループがあります。 また新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてマスクの着用や連絡先カードの記入などをお願いしています詳しくは区のホームページをご覧くださいお問い合わせは中央図書館プラネタリウム 電話34290780番ファクシミリ34290780番までどうぞ。 熱中症に気をつけましょう。熱中症予防のポイントは熱中症警戒アラートが発表された日は外出を避ける日陰を選び日傘や帽子を使う室温が2 8になるようにエアコンやを使う。 扇風機を使い温度調節をするこまめに水分や塩分を補給する熱を吸収する黒色系の衣服は避けゆとりのある服装にする少しでも具合が悪いと感じたら 早めの対処をするするで新型コロナウイルス感染症予防のためのマスクは屋外で周囲の人との距離が十分に取れるなど周りに配慮した上で適宜外しましょう高齢の方やお子さんは熱中症に より注意が必要です。密集、密接、密閉の三密を避けながら。周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。区では施設によって休憩や水分補給ができる熱中症予防。 お休みどころを公共施設などに開設しています開設期間は9月30日金曜日までですぜひご利用くださいお問い合わせは世田谷保健所健康企画課 電話、五四三二、二四三二番。ファクシミリ、五四三二、三零二二番までどうぞ。 Mm-hmm.